とことん素人ラジオ。皆さんこんにちは、素人ラ大好きクラブ西久保アナです。そして佐野重です。どうも、久しぶりすぎてもうねこのねだからタイトルコールが久しぶりすぎてちょっと恥ずかしくなっちゃった。いや 言うて自分がめっちゃ恥ずかしい。あ、久しぶりに今言うたなって。これ何ヶ月ぶりですか？あのね、前回の調べたら1月だったから8ヶ月ぶりぐらい、うん、そうですね。あれやよね、確かあの、アップマガさんが来てくれたよね。そうですね。そう、はい、でそれでいつもの3人でみたいな。2019年初とか言ってやってましたからね。そう、2019年初とか言ってたけどね、はい、令和初です。もうね、その響きがもうすでにね、遅いね、古いもんね。古いもんね。もう古くなったよね、令和初っていうのが。もうね、もう令和になってから遅れたんだけど、なんですが、まあでも令和一発目の。はい、ラジオということでございます、はい、皆さんお待たせいたしました。まあね、この2人で今回はゲストなしの2人でまた、まあ、まあちょっとまた新たに原点回帰をリセットしないとやっぱ気持ちも気持ちもやっぱリセットして、今日素人ラジオこの2人で、スタートしていきたいと思います。まあ本当に久しぶりで、はい、まあ、ラジオなんかすぐ撮れるしってうちらはずっとさ、うん、言ってたけど、そうですね、なんやかんやバタバタしてましたね。なかなか撮るタイミングもね。そうなんですね。ちょうどほら、あの森山スタジオの最新作のガンビットね、はい、いうのもあって、うちらそっちにも出させてもらったりしてましたし、ね、はい、まあ、素人ドラゴンも引き続きあの新キャラとかね、うん、あとキャラランキングとかもいろいろはやってましたけど、はい、ラジオがなかなかね、ネタもどうするみたいな話、うん、誰か呼びたいっていうのもあったしね、どうせだったらね。そうなんですよ、呼べる人が、まあ、なんやかんやしてまして大変申し訳ないんですがだいぶ空いてしまったということです。、はい、で今これあれでしょ、配信期間ってこれ撮ったやつって、はい、お盆ぐらい、多分8月の中旬ぐらいになると思います ね、あの配信ってなってると思うんで、まあ、はい、もう本当帰省中の人とか、はい、あのまあ、渋滞ね、あの捕まっちゃってる人とかが、うん、もう 3,40 分ぐらいこう本当におっさん2人のなもうこうだべってる感じなので、あまり新情報とかそういうのではございませんと改めて説明しとかないと期待して聞いちゃう人いるから。確かに確かに、序盤で そんな全くないぞと、身のある話ないぞと。いうことなんで、そこだけはねご了承いただきつつ、うん、あの聞いてほしいんですけれども、はい、何してたかっていうことですよ、この期間今までね。そうそう、配信1月から8月の期間。まあなんだ、もうそんなに経っちゃうと忘れちゃってるよね。まあ実際ね、8ヶ月前1月とかも覚えてないし、何やってたか。まあでも白ドラでもだいぶほら毎月やっぱりあの1キャラずつは必ず新キャラも出てますし、ね、はい、新しいコラボなんかあったんだっけ。僕もあったけど、はい、あられちゃんですよ。ああ、あられね。そう、あられちゃんです。あられちゃんには僕だいぶ苦しめられましたから。いや、そうですね、はい、それちょっと。でもまああの茶法もね、うん、すごい、あれ自分だいぶ後でしたよ、手に入れて育ったの。ああ、育てたの。育てました、育てました。だから30フルになりましたけど、ああの自分が30フルようやくなったのはあのバランス調整後です。なるほど。じゃあ一番猛威を振るった時は使ってなかったと。使ってないんですよ。だいぶその何だっけ、吹き飛ばなくなったとか、はい、吹き飛びづらいキャラが増えましたからね、うん、そうそう、そういうのが出てきた後に、うん、あのだったね、まあ、全盛期のいやもうあられちゃんだあられちゃんだっていう時期は体感してない。あのでも本当あられちゃんはスマホ投げそうになる。やられてる立場からすると。まあね、実際そういうのもありましたからバランス調整も入ったということでしょうけれども、はい、その期間中コラボとかもあったし、うん、あともうここ最近のあれやっけ、要素はフレーム、あーキャラフレームみたいな、ね、キャラフレームみたいな。だってキャラ強グランプリがあれ結構長かったですからね、5月ぐらいからやってたから 2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいずっとやってましたね。そうですよね、はい、結局やっぱみんなあれだよね、夏休みの宿題じゃないけどさ、あ追い込みでね、そうそうそう。もう最後のリーグにかけるみたいな感じになってたけど、まあまあ、あったわね、そういうのね、うん、でも実際さ自分取りたいと思ったのは、はい、まあ、ずっと言ってるけどもう何回言うねんぐらいマタンゴなわけよ。はいはいはい、マタンゴのやっぱキャラ像、あれ今回マタンゴ対象になってたっけ。いなかったよ。あ、いなかったの。いなかったの。いなかったから、うん、どうしようかなって、はいはいはい、なんか持ってたっけと思って、うん、で自分の好きなやつあるかなと思ったけど、トレントとかね、はい、一応、はい、まあ、フルで育てたキメラもそう、あそうです、ね、だったんですけど、やっぱポイント高かったのよ。まあそうですね、うん、大型だしね、うん、結構で、いやちょっとこれ自分狙えへんなと思って、うん、あそういえばコングが、はいはい、アビリティつけた、ね、そういえばそうそう、アビリティつけてたし、これいけるかもしれんと思って、はいはいはい、あの本当キャラ強グランプリ始まって初日2日目ぐらいで、5月の段階ね、そうそうそう、でめちゃくちゃ負けた。序盤めちゃくちゃ負けて、はい、もうええわと思って、コングリーダーで、そうそうそう、もうダメだ、無理だった、そう無理だなと思ってたわけ、うん、で
まあ、その追い込みじゃないけど、はい、その後半ぐらいになって、はい、あよし、あそういえばキャラスグランプリ自分そろそろ追い込みかけた方がいいなと思って、はい、そのコングの件忘れてて久しぶりにあそういえばコングいたわと思って、コング結構さ平均強ピ低かったよね、低かったし、これ狙えるかもしれない、ね、600ぐらい入れば確かランク入れるんじゃないかぐらいので600だったらもう全然いけるやんか、そんなもう基準500でしょ、500から600なんてもう 3,4 回勝ちはもうもしかしたらいけるかもしれないと思ってで開いてよっしゃコングって思ったらキャラ強ピが300 スタートライン以下になってたよね、どんだけ負けてたん序盤と思って300からってなった瞬間心折れてそれはきついね、今から300この期間で上げるのと思ってコングでと思っていやもうええわと思ってどんだけ2ヶ月前の自分がその負け続けて心折れたのって話をね300からスタートだったんだ、そう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 4月に開けてみたらそう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 で案の定ちょっとやって、まあ、勝ったかなと思ったら負け続けみたいな感じで、はい、もう全然300台で終わったのも確かキャラ強く取れず終わりました。結局サネシゲさんその取りました、僕はあのアシュラのシルバーフレーム取りました、あギリギリで取れそうなのがね、ラビットとアシュラとぐらいだったのかな、うん、中型だと、だからもうね、そんな何個も取る必要もないなと思ったから、ああまあ自分の好きなやつでもいたでしょ、そうそうそう、いたびっくりしたもんあれあれどうなんだろう、個人的にはね何個も取らないでほしいと思う、ああその人にね1個でええやんか、そうそう最初はその一番その中での位が高いやつのみの1個取れるとか、うん、やっぱ本当に好きな人いるじゃん、いる、ね、本当に好きだけど届かないとかいう人もいるじゃん、うんうんうん、だけどそういう強い人ってさ、まあ、結構やっぱ楽勝で取っちゃうわけよ、ああ、まあ、まあ普通に強いってことね、だからまあそれはもう全然いいんだけど、うん、取れちゃうんだから、うん、けどやっぱそこはあの譲ってあげてほしいなっていう気持ちは あったりする、まあ、確かにそれはあるけどね自分が今回もうめちゃくちゃ欲しいっていうキャラがいなかったっていうのもあるけど、うん、これがもしマタンゴとかだったら、はい、同じ気持ち同じこと言うと思うけど、そこでさ自分が例えば31位だってさ、うんうんうん、すごい強い人がさ総なめしてたりしたら、うんうん、ここはみたいなあるね、気持ちにはなっちゃうんじゃないかなと、うん、僕はだから1キャラだけ、アシュラだけっていうのね、うん、でもまあいろんな多分今回やってみて意見とか、まあ、上がってるやつでちょっとほら変わってたりとかしたでしょ、いろんな何次の仕様キャラ使う、ああなんかそうらしいですね、やっぱ結構ゴールド帯とかも全ユーザー対象じゃないあれって、うんうんうん、だからいろいろねルール付けというか条件付けも難しかったっぽいですね、そうやね、うん、まあでも今後、まあ、何回か買い重ねてもそうかもしれないけど、まあ、みんなが、うん一番いい形でね、うんまあ、落ち着いてというかキャラ強くなって楽しめるようになればいいなと思うんで、 そうですね、はい、その時そのめちゃくちゃベストになったタイミングでまたも僕もバーサーカーでずっとやってるから、うん、バーサーカー来たら、ね、金フレーム取りたいですけど、取りたいよね、やっぱ金はね相当よ、よっぽどでしょ、うん、時間ギリギリの攻防も結構今回あったから、あギリギリで1位2か2位か、そうそうそう、あと10分20分で、はい、あの順位入れ替わるとかって結構あったから、でもさあれすごいそのリスキーじゃない、リスキーよ、だって負けたら下がるんやろそうだよけど勝ったなきゃ上がんないから、いやいやそうやけど、2位の人はもうやるしかない、まあ、2位の人はやるしかないけど、うん、で2位で抜かれたら1位の人が2位になったらまた2位の人がやるし、でもそう思ったら1位がやばい、これ2位が今上がってきてるってことを考えたら1位も上に逃げるようにやらなあかん、いやでもそこまでそれこそリスキーじゃない、まあ、何もしないで2位落ちちゃったらさあそっかねえ確かにね、それはありますね、うん、だから結構攻防がすごかったみたい、こうなんやかんや白ドラそういうの熱いのよ確かに本当に、うん、そのランキング的なのがやっぱ要素があると、うんうん、グルチャカップも意外とその辺、そうですね、1月からじゃない、グルチャカップ入ったのも、 あれ今年でしたっけ、今年じゃなかったっけ、違ったっけ、多分そうだと思うんだけど、ライバルグルチャとか熱いじゃん、あれも結構ね争う要素で熱かったけど、うんうんうん、たまにでいいかなと思った、あ、まあ、グルチャ、まあ、だってグルチャリーグはさ結構常にやってたけど、今回グルチャカップっていうのはまあ定期的にというかさ、うん、そんな何回も頻度がね、うんうん、高いと接戦になるとやっぱみんな疲弊するのもう行かなきゃ行かなきゃってなっちゃうからさ、まあ、でも貢献度みたいなシステムもありますからね、まあ、行った人がポイントがこうもらえたり、うん、報酬がもらえたりっていうのはありかなと思います、うん、いやいいね、あとなんだ、虹バッチですよ、あ超最近ですね、そう超最近虹バッチ、あれはサネシゲさん取れる、もう取った、僕全然取ってないです、取れるんですけど多分、はいはい、頑張れば、うん、でもなんか頑張らなくてもいいかなっていう僕の中の、あサネシゲさん的には虹バッチに対する評価は僕そこまで高くないんで、はいはい、
だから虹バッジ何枚も取るんだったら金バッジ何枚も取る、あそっちかいう感覚なんで、まあ、虹バッジ1個取るっていうよりかは、うんまあ、もうじゃあ平均的に金バッジとか狙ったりとか、ね、まあ、全体的に銀金も、まあ、集めてた方がいいんじゃないかみたいなことね、うん、あと今固定で使ってるキャラの虹バッジがまだ出てないっていうのもある、あ最新キャラとか、うん、そうそう結構今まだ初期キャラじゃない、はい、出てるの8月あれでしたっけ、大型なんか大型が一気に入るみたいな言ってましたけど、大型も別に取んなくていいかなと思ってんだよね、はいはい、金バッジで十分な気がする、コストマイナス1が多かったよね、うん、確かありましたね結構ね、だからまあコストマイナス1ぐらいだったらね、他の金バッジ取った方がいいかなっていう気もしたり、大型ってやっぱ結構コロコロ環境変わってさ、ずっと裏で使うっていうキャラじゃないから、まあ、そうですね、そう虹取ったのにねちょっと調整入って使いづらくなったらねもったいないし、うんうんうん、だからそんなに急いで取る必要ないかなとは僕は思いますけど、なるほど、うん、結構三重さんはそっちなんやって今思うんですよ、西高さんは取ってないよねもちろんね、もちろんだよ、ちょっと待って、いや語弊があるけど、いやもちろんねっていう決めつけから入ってる、だってスタジアムあんまりパス残りまくってたじゃん、全然いけてない、あの、ね、みんなでとか特にでしょ、うん、でも、うん、やっぱピンポイントでさ、あのずっと言ってるから、はい、そのキャラだけは取りたいってやつがいるわけですよ、はいはい、もう言わずもがなんですけど、うん、あのキャラね、でそしたらもうそろそろいけますよ、あ虹バッジ、虹バッジいけます、だからそろそろマタンゴあれか、でもトレントの金とクレフラの金があればいけるんですよ、はい、あじゃあいけそうだね、自分今トレント金持ってて、うん、でクレフラの金のために、はい、と今他 の, そのクレフラの金のための銀とか、うん、銅とかをやっていって、もうあともうクレフラの金取ればあれ いけちゃう、マタンゴの虹いけます、これでも大したことないね、確かに効果で、あ召喚数が1体増えるってやつ、ちょっととそれだけかっていう気はするけどね、虹が違うのよ、何が虹がいいのよ、ああの分かる分かる、虹虹になってるね、バッチがね、虹になってるっていうのがやっぱり、うん、自分の好きなキャラが虹になってるっていうやっぱ好きなやつだから、全部集めてる人もいるけど、うん、やっぱこのキャラが好きっていう人多いじゃないですか、はい、あの白ドラで特に、うん、そのキャラがっていう人たちが白ドラやっぱ多いイメージなので、そうですね、うん、まあ、そのキャラのみ例えば虹を取りたいだとかっていう思いが強い人多いと思うんですよ、私みたいに、はい、うん、まあ、強さ求めるんじゃない人も多いと思うんで、はい、だそういう意味ではその虹っていう目標がそれだけで見ていくとそんなにそれいいかもしれないですね、うん、揃えるんじゃないかなっていう気もしてますけど、うん、だから強さは別になくてもそうそうよかったんじゃないかみたいな、そう逆に、あ、まあ、あるけどね、うんうん、まあ、でも取るからにはちょっとしたおまけ要素じゃないけど、まあ、ちょっとしたどころかどうか分かんないけど、うん、結構強いのもいるからね、うんうん、中にはあの HP が1残るとかさ、そうそうそう、けどまあそこまでバランス崩すような感じではないなと僕は思いました、ね、基本的にアビリティレベル3のリーダーよりは能力は少し、うん、みたいですね、うん、方向性的にはぽいんで、うん、まあまあまあじゃあっていう感じかなと思ってますけど、虹がいたから勝てるわみたいな感じではないじゃん、うん、もうだからここ最近の話でいくと、もう本当に虹バッジ、うん、フレームとか、まあ、コラボもね間も入ってっていうのが、まあ白ドラの自分たちがいなかった、いなかった、いたでしょ、やってましたよ、やってたけど違うの、いなかったってことはめっちゃ言われるのよ、私やってないからじゃない、やってるわ違うの、その自分のね多分ねツイッターのつぶやきがさ、ほとんどガンビットとかね、あそうねいう風になってたっていうのがあると思うんですけど、はい、自分ここで言わせてほしいんだけど、はい、いやある需要西久保いやあるんじゃないそれなりに、白ドラでの西久保のつぶやきの需要ってあるのかね、はい、西久保さんレベルの人はやっぱ共感を得られるんじゃない の, い、まあ、あの西久保さんレベルっていうのは西久保さんのそのあれだよね、レベル帯ってことでね、そう、うん、そうそう、びっくりした、ちょっと今バカにされてるのかな、違うそういうんじゃない西久保さんと同じぐらいの人のレベル帯の人と、苦しいと言うな寂しいそんな見下した僕はあれはしてないですから、苦しさ、うん、そうだからそういうのがあるからちょっとねなんか需要ねえんじゃないかと思って、いやそこは自信を持っていきましょう、本当、うん、いやだから大体さ今例えば金バッジとか地味に取ってたりするわけ、はい、金バッジ取れたとかさ、はいはいはい、あとアバタマで何々引いたとか、まあ、はい、アバタマだったら自分結構つぶやくんだけど、はい、金バッジ取れたとか、うん、あの D1 のこの武器取れたとか、あそれは僕も分かります、なんかさ今更感あるし、今更って思われるのもなんかやっぱ結構しょっちゅうみんなさで取れたりするじゃん、けどそうそうポンポンって取れるけど、なんかその喜びをさツイッターで自分は結構つぶやこうかなって思うけど、うん、
なんかつぶやいたらつぶやいてね、今更かよとかさ、うん、変に怖くないじゃん。それはでも僕も分かります。あるでしょ、なんかタイミング、うん、なんか別にそんな気にすることないんやけど、うん、なんかなんかよっぽどのことじゃないとっていう、ね、そうそうそう、つぶやいちゃいけないみたいな変なさ、抑制みたいな変な感じ。それは分かるな。そう、まあ、でもまあ気軽につぶやくのがツイッターよね。うん、そうですね。そうだよね。変な使命感みたいなのさ、ね、思っちゃいけないのか。うん、あ、まあ、じゃあ、まあ、ちょっと定期的にね、そうですね、白黒と、うん、はい、つぶやきもね、入れていこうかと思いますけど、はい、だ逆にどういうことつぶやいたら需要あるのかな、西久保。わかんない。だから、サネシゲさん、勝手なあれよ、勝手なあれだけど、サネシゲさんとかはまだランカーにも入るからさ、はい、プレイとかさ、2分20秒の間にちょっとこういうプレイがありましたとかさ、はい、ああ、なるほど、参考になるな、みたいな。動画みたいな感じで。そうそうそう、とかもできるし、あれだけど、なんかある？なんか、面白キャラを使えばいいんだろう。まあ、そうだね。あと、新キャラとかはさ、やっぱみんな使ってる人少ないから。そうね、速報性で出すのがありか。そうそうそう、うん、そういうのありだと思うけど、ね、僕最近新キャラ早めに取れないからさ。自分もアバタマね、やっと自分レッドラガール取れたよ、うん、ああそうなんだ。あのアリンコの回してたら、うん、あのレッドラガール当たった。レッドラガールが当たった。レッドラガールはね3体引いたんだよ。なんか嘘、たまたま、うん、基本1日1回しか引いてないんだけど、はいはいはい、たまたま今もう3体重なった。すげえ、ポンポンポン、うん、そう、レッドラガール出て、ノーム3兄弟出てて、連日出た時もあったし、アリンコはまだ引いてない。アリンコはまだ引けてないですね。アリンコ使いたいんだ。アリンコ面白いよ ね、なんか面白いっていうか、なんかよく分かんないんだよね。でも意外と敵で出てきます。結構敵でマルチの時はなんか出てくる時多いけど、まだソロではほとんどアリンコ当たってない。あ、なるほど、うん、なんかね、やられると結構苦しいんだよね、目線視線が。そうそうそう、出されると鬱陶しいんだけど、使ってる側はなんかそうでもなさそうな感じ。あ、まあ、なんか結構言いますよね、うん、だからよくわかんない。自分で何やってるかわかんない。そうそう、意外となんかあのおにんこの豆と一緒でさ、はい、剣士でさ豆いっぱい拾いまくってるとコストいつの間にかないみたいな時あるじゃん。 ありますね。あんな感じでね、結構コストいっぱい使っちゃってるようなキャラだと思うんだよね。それでもコストって 1だけど、穴潜ってこの穴にキャラ入れようって言って、あ、潜らしてさ、ってやってると、結局なんか別に出さなくてもいいけど出しちゃうってことね。そうそうそう、どんどんそれでコスト使っちゃってたりしそうなキャラ、はい、なるほどね。そういうのはあるかもしれない。まあでも自分結構アリンコっていうのがね、結構魅力、ね、見た目の問題。見た目の問題、うん、そう、昆虫好きなの。自分昆虫系好きですよ。アリンコ、あと動物系ね、ほら神話系とかいるじゃない、はいはいはい、シロドラって、はい、自分昔からいろんなゲームそうなんですけど、うん、そういうのあんまりって感じ。ひねくれもんだもんね。いやいや、なんかモチーフいろいろあるじゃない、はい、白ドラって。そのビーナスとかゼウスとかさ、うん、あんまピンとこないのよ。そう、結構メジャーじゃない。いや、メジャー、ゲーム界では、ゲーム界ではメジャーなんだけど、うん、なんかそういうのって必然的に神系のキャラって強いイメージがあるから、はい、多分使わないんだよね、はい、やっぱりその、ね、昆虫とかさ。そのなんていうの、動物キャラってさ比較的、うん、ま、めっちゃ強いってイメージないし。まあそうですね、ネズミは強いけどね。申し訳ないけど。ネズミは強かった。その点で言うと、まあそうだね、うん、カマキリもだいぶ強かったけど、ね、カマキリも結構強かった。そういうのがねやっぱ好きだわ、どちらかというと。シロドラのそのデザインでいくと結構そっちに行くんだっていうの多いよね、レボルメの。いや、カンガルーとか特にそうじゃなかった。カンガルー最初見た時分かんなかったもんね。あ、これかと思って。そうそうそう、それカンガルーですよ、ね、慣れたからまあもうカンガルーに見える、見えてくる。最初何か分かんなかったから。そうそうそう、そう来たかって感じだった。まあそうだよね。でもペンギンとかなんで回転したのって思うけどね。ああ、そう、スキルはね、そうあるよね、うん、あ、そういうスキルっていう。そうそうそう、だからその、ね、意外なスキルあるじゃん。ペンギン回ったんだとかさ。なんかこうペンギンとかだったらなんかお腹で滑ってそう移動してた。最近スキル結構癖強いっていうか、もう普通のスキルないもんね。ああ、まあリンコしかり、あとなんだ最近で言う、うん、ネズミ剣士でしょ。ノームもそうじゃん。あのキラーカマキリもそうだし、ね、初期の頃とは全然タイプの違う、変わってきましたね、うん、スキルが多いから、うん、予想はつきづらい。もうもはやどう、まあそうだね、うん、次のキャラがこうですっていう名前言われたとしても、そうそうそう、スキルがどうなるかっていうのは予想つきづらい。全然つかない、うん、クワガタとか例えば出たとしてもさ、スキルどんなか全然予想つかないし。
あのハサミ使わないかもね。ねえ、本当そんなのね。サムライビートルは使ってねえんだもん。まあ確かに何も使ってないね。うん、一騎打ちはでもまあカブトムシのあれか、カブトムシ感はあるんじゃない？だからさ、大変だろうね、考える方もさ。本当そうだよね。もうあるもうだって、ね、あるじゃんってなるよ、ね。あるじゃんってなっちゃうし。うん、って考えるとマジで100何体今100105体ぐらいかな。いやすごいよ。うん、だから。そこで突拍子もないスキルが出てくるんだろうね、うんうん、あそういうスキルとか、うん、まあ、でまだあったんだ、あ確かにそういうのなかったよねとかっていうのがさ、うん、新キャラ出るたび自分それが楽しみになってきた。最近そう新キャラだから特に難しいんだと思うわ、うん、昔は意外とさオーソドックスな感じのスキルも多かったもんね。そりゃそうよ、そんな、うん、ね、でもよくよく考えたらどのゲームもそうだけどシンプルが強いのよ一番。結局なんかそのランダムとかに寄せられるよりは、まあね、シンプルに絶対こうなるとかさ、うん、いう方が強いよ、うん、やっぱり大変だと思います。いや結構バランス調整しかり、ね、だってもう 4年目だよ、はい、月5年目ですから、うん、素人ドラゴンこんだけ毎月1キャラとか出していくってなるとやっぱり開発の皆さんお疲れ様ですね。一言だけどね。さあというわけで、もう久しぶりのね、コーナーが実はありましたと、はい、これ多分コーナー作ってやめたんじゃない？それ投げっぱなし回収しないの終わりみたいな。違うそれ理由があるのよ。理由があったのよ。いきましょう、はい、城下町メールボックスということでね、はい、そういうコーナーがありまして知ってます、まあ、要するにあなたの周りで最近あったこととか、はい、まあ、大好きクラブに関する感想とか質問とか、うん、もう白ドラに関係ないことでもいいから、まあ、おふつおたのコーナーでなんかこうお便りくださいよと、はい、でこの動画、はい、ラジオ動画の概要欄、うん、動画の概要欄にフォームを用意してたんで、ね、ありましたね、そこから応募してね、うん、あの質問とか応募してねって言ったんですけど、はい、なかった。うっそ、本当に一個もなかったの。いや、一個もっていうか、まあ、ちょいちょいありましたけど、まあ、けどもなかなかこう読み上げるようなそうそう、ね、やっぱあるのよ、そう難しかったりするのがあって、はい、ちょ本当なかったの。あ、だからそうなんだ、もっともういっぱい選択肢ある中で、はい、っていうぐらいが欲しかったんですけども、うん、なかったんで、ちょっとでも募集するだけして8ヶ月後とかになっちゃったらさ、なっちゃったんですよ、やめちゃってるかもしれないよ。そうですね、うん、でもちょっとこの前さちょうどキャラランキングやったでしょ、はい、でキャラランキングの時にあのなんかまあサネシゲとか西久保に聞きたいことあったら、まあ、くださいみたいなのが、うん、そこで一応募集してた。なるほどなるほど。そっちだったらみんなさ回答してくれてるついでに書いてくれてるから、ね、はい、結構来てた、うんうんうん、だからそこからちょっと募集あの1個2個読み上げをお願いします。思いますけど、はい、だからまあせっかくだしなんかプライベート的な話というかね、はい、いうみんなが意外と聞いてくるっていう話をしたいと思うんですけど、はい、質問ですね、はい、サネシゲさんと西久保アナは、はい、表面上だけ仲良さそうに見えるけれども、実際どうなんでしょうか。まず表面上仲良さそうに見えてんだなと思って大成功だ。いやいやいや成功ってない、仲良くないみたいな感じになっちゃうでしょ。ビジネス感が出ちゃうでしょ。実際でも そうねみんな言うよね。だからアプマガさんの時もそうだったんじゃない？その3人でとかさ、ね、うん、やってる時なんかビジネス素人が、いやでもなかなかさこの年になってよ、うん、仕事以外でお付き合いってそんなないじゃない、うん、ないね、うん、まあ、実際サネシゲさんとは仲何年目？ 4 年目、はい、ほぼ4年ですね。ほぼ4年ですよね、お会いして、はい、だって初めましては自分何ファミ通アップの、そうですね、生放送みたいなやつです ね、はい、1ヶ月に1回ぐらい来てもらってるみたいな、そうそうそう、ゲスト扱いで来ていたり、そうで初めましてって、はい、第一印象どうでした。覚えてないけどいじられたいのかなっていう感じの、でも当時そんなんじゃなくなかった。いやいや、もう最初からそんな感じでしたよ。嘘、うん、自分最近やと思ってるんやけど。いやいや、最初もうずっとイメージ僕変わってないですもん、あれ第一印象から。本当に、うん、サネシゲさんは、はい、なんやろ、最近の方が元気なイメージです、はい、昔はまだ何あんまり、なんか一番初めの時はもっとなんか静かなイメージでした。いやだってもともと表に出るようなことをしてなかったから。あ、だから一番初め の、 その生配信とかの時とかまだ慣れてなかったってこと、うん、全然慣れてないですよ。そうですよね、はい、
もうこんな頻度で出るようになるとは思いません、ね、もう本当に本当に動画もだって出したのもさ一人でなんかソロの実況そうドラゴンポーカーの時代です、ね、ああはいはいはいそこからか、はい、生配信やって、はい、なんかそのそこでクリアできなかったダンジョンに、はいまあ、改めてリベンジで一人で挑むのをボソボソあデスクのはいはい、はい、デスクのところボソボソってやってたのが初めてですね、まあ、そこからまあ一緒にこう誰かしらの人と一緒にシロットドラゴンとかもまあ実況始めてってことですよね、うん、だからそこから考えたらちょっとまあ元気にはなってるかもしれない慣れでしょ配信慣れをしてきたでしょ配信向きの声のトーンとかになってきたってこと声は頑張って出すようにはして頑張ってなんですか、うんこれでまあ、でも確かに日常よりを張ってるよね、うん、だいぶ張ってると思う、うん、自分はもう常日頃それぐらいのテンション、まあ、スイッチ入りますもんね西郷さんはあるからそうオンオフがあるんだよね西久保さんねいやそうなんですよ、ね、だから配信で出てる西久保さんは本当に西久保アナっていう人格なんだよね、まあまあ、人格はあるわね、はい、それが切れると西久保さんになるじゃん2つだよね、まあまあ、そこだけで2つあるもん、ね、完全にあるわねあと悪くバーナもいるでしょ悪い ね,、うん、ね悪いのも出てくるよいろいろあるんだよね西久保さん裏の顔は裏がいっぱいあってしょうがないんですよだからこの前さこんだけ4年とか言ってて、はい、初めて差し飲みああそうですねそう西高さんと、うん、あれ自分すごい不思議に思ってるんだけどさ、はい、あれその差し飲みをしましたと、はい、自分ツイッターでつぶやいたでしょ、はい、あれが過去最高にいいねあれは450を超えてたよあいいねほんと、うん、それはいいねっていうのは、うん、2人で飲みに行けてよかったねいいねっていう方なのか、うんサネシゲさんと飲みに行けていいねいいなっていいなっていう方のいやそれはないでしょそっちの方じゃない若い人の写真ででもいいねを稼ぐなとは思ったけどねいやいや違う違ういやちゃんと許可取ったんやこれ撮りますけどっつってそうでもそんな行くんやとは思わなかったでしょ思わなかった全然だからどんどん伸びていったからだからそういうなんだろうプライベートか初やもんねあれ4年で初ですよ、ね、誰かがいたけど本当に初ですよねだからなんか自分たち以外でさ、はいたじゃんその2人以外でとか4人でとかさ、うん、それこそねアプマガさんとか行った時もそうそうそう、ね、ご飯食い行った時もあった、ね、そうそうとかはあるけど本当2人っていうのはないかないと思うね、うん、何話したかって言っても特になんかそうですよ ね, すねだから差し飲みっていうのがへそのちょっとこう語弊があるよね語弊っていうか、はい、2人で夜飲みに行くのが初めてなわけであってあそうす、ね、昼飯とか普通に行きますからねだってこういうさ収録がある時とか2人でこう、はい、昼時間に会うから、はい、お昼の方が合うんですよそうですねそうだからそうなってくると2人で飲みに行くんじゃなくてご飯に行くんで、うん、差し飲みが初めてなの夜のそうそうそう飲みに行くっていうのが初めてなわけで、うん、結局昼飯はめっちゃ行く、うん、確かに、うん、昼飯めっちゃ行くし、うん、だいたいその行った時に自分がこの前土日に、うん、あの見たあの映画の話とかドラマの話とかをずっとする自分が西久保がそうね西久保さん説明したがりだもんねそうそうそういや実はこの前ドラマこの前の展開がこうでって、はい、だからこれ僕ドラマ見てなくても大体あらすじ分かっちゃうっていう毎週分かるんですよ、ね、そうだからもう見なくていいやっていう感じになるんで見てくださいよって言ってるのにその見てほしいの映像付きで見てほしいのあ見てほしくて説明してるんだだからいやもう西高さんの説明だけで大体分かっちゃうのだってそれ終わった話じゃんだから先週見てないから説明するんよ、うん、だから今先週昨日こういう話があったんですよ、はい、だから来週の展開楽しみにしましょうねの話だからでもそれでさ僕が来週例えば見ちゃうと、うん、今度西久保さん説明する楽しみがなくなっちゃう違う説明の違うあれって説明するのが楽しみじゃないあれ楽しみじゃないの結局そうなっちゃってるけどもし見てたら見たで見てどうだったって話をしたいのよなるほどね一緒に、はいはいはい、いやあそこそうでしたよねあそこ、うん、いやあのあいつが犯人だと思いますとかさ、はいはい、そういう話がしたいっていうのに全部説明さすんやもんこう実はこうでこういうのがいてっていう話をして、まあ、聞くのは別に楽しいんでそう、うん、あとなんかネタバレしていいですかとか、うん、そうですね僕って基本的に映画とかドラマとかあんまり興味ないから見ないのよそうあの結論を聞きたいんですとりあえずだから西久保さんに聞いた方が手っ取り早いなあるだからこの前自分も天気の子をね、はい、今大ヒット上映してますけども、はい、あれもさ自分見に行って、うん、で三重さん実はこれもこの前見に行ったんですよ、はい三重さん見る予定ありますって先聞いてたね先にそう見る予定ありますって聞いて、うん、いやもう絶対見ないとかさ、うんまあ、見る予定ないとかさ、はい、言った場合のみ
じゃあ先に結論から言いますけど、実はこういう話でこういうのがあって最後こうだったんですよっていうのも全部説明したがる、はいね、説明したがりだからね。それでも周り注意した方がいいよ、ネタバレ聞きたくない人の耳に入っちゃったりする可能性あるから、だから佐野重さんの2人でそのどっか食べに行ったりとかした時のみめちゃくちゃ喋るんですから、はい、だから今もう結構さ動画とか生配信とかね、うん、いうところで西久保めちゃくちゃこう喋ってますけど、はい、いろいろ進行とか喋ってますけど、うん、普段からこうそうですね、まあ、そこに関してはそうですね、喋、うん、りたいんだよね、喋りたいんだね、佐野重さん大体うんそうなんだとかさ聞き役だもん、喋りたくて一人で飲みに行ったりとかするもんね。あ、そう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 、一人飲みしますよ、喋るために、うん、その感覚が僕は理解できないもんだから。佐野重さん夜あんまり一人で行動しない、一人で行動、いやご飯ぐらい食うよ、うん、ご飯ぐらい食うけど喋りたくて一人で飲みに行くっていうのはない絶対に。本当、うん、じゃ昔からそれがだから20もうだから社会人になって23歳の時から、うん、どっかこう近くのね、家に住んでる近くのお店の飲み屋さんとか行って、はい、そこで喋り倒す、喋り倒す、そうそうそう、喋り倒す、それがストレス発散になってんじゃないですか。そうそうそう、それはあると思います、はい、本当に。だから大体自分のストレス解消は家で、うん、あーって叫ぶ家で枕にあーってやるか、はい、飲みに行ってその喋るかの話ですから、そうそうそう、はい、そのあたりですよね、うん、まあ、そういうのがないとね、もうストレス溜まりっぱなしですからやっぱ、はい、はい、まあ、そういう発散方法皆さんもね見つけた方がいいと思いますんで、はい、ぜひぜひ。何の話もかんない。だいぶ逸れていったよね、ゲームからね。そんな感じでございます。はい、さあというわけで、もうねお時間ということですよ。早いですね。もう何の話してました？わかんない、なんか序盤ぐらいじゃないですか、素人の話っていうのは、ね、はい。まあ戻したいと思いますけど、根本そうなんですけど、うん、やっぱ人と違うとか、はいはいはい、自分の個性をとかっていうのが出せるのが素人だと思うんですよね。うん、自分のお気に入りキャラもそうですし、はい、まあ、お城の着替えもみんな結構いろいろ変えたりとか装備、うん、アバターの組み替えだとかっていうのもあると思うんで、はい、そういうところがもっと増えていくと嬉しいですね。クラウンっていうやつはもうすでに要素としては入ってるんですね。あ、入ってるのか、うん、だけどまだ装着はできないけど、あ、じゃあそれもそうです、ね、フレームにクラウンっていうの多分一緒に装着できるようになるんじゃないかなっていう感じ。すごいねそれ、うん、タブがもうあるもんね。本当だ、うん、なんかこういろいろね白ドラいじれるとこいっぱいまだあるよ。あとお城もそうだよね、お城とかのなんか今ダイヤとか、うん、あ、それもいい、見た目だけだけどなんかね、うん、デコとかできたりするともっとテンション上がる。自分何気にさ、そこの本当に自分だけの楽しみかもしれんけどさ、はい、訓練士とかさ、はい、栽培士みたいな人たちいますね、そうそう、はい、あれがちょっと別のキャラになるとかでも嬉しいよ。ああそう、うん、人には見せびらかさないけど、はい、そこがちょっと、ね、そうそう、自分だけの箱庭の楽しみ、はいはいはい、そういうのが少し変わっても嬉しいかも。なるほどね、中身のところね、そういう感じでいろいろこう今後の白ドラまだまだこういろいろこう発展していくと思いますので、そうですね、楽しみにしたいと思います。したいしたいですね、はい。さあそして、まあ、素人ラジオもね、はい、まあ、それに伴ってどんどんやっていく、今後も不定期、いや、 やっていきたいですけど不定期、まあ、不定期なんじゃないなんか月一でとか言えない、ね、約束しちゃうとまたね難しいことになっちゃうからね。あ、まあ、不定期かもしれないですけど、もうちょっとねいろんな話題というか、はい、そのテーマみたいなのがあればうちらもじゃあこれ撮りたいねとか、これいいねってなると思うんで、はい、ぜひともお便りを、お便り欲しいね、お便りをね、せっかくなんで。これツイッターの方がいいんかね、どうなんでしょうね、うん、ツイッターだとでも見えちゃうじゃん。まあそうか、うん、匿名性がなくなっちゃうの。そうそう、あ、じゃあツイッターでこちらのフォームからお願いしますみたいなやつやろうか、ね、西久保とか三重さんでも、うん、はい、まあ、そういうのが含めつつちょっと素人ドラゴンね、はい、これからも私たち楽しんでいきたいと思いますし、皆さんも一緒に楽しんでいきましょう、はい。さあということで、ぜひですね今回のラジオの感想などもコメント欄に、ね、ぜひ、書き込みの方よろしくお願いいたします。お願いします。で、あと先ほど言いましたようにお便りも募集しておりますので、動画の概要欄にもねちょっとフォーム置いておきますので、はい、投稿の方よろしくお願いいたします。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。今回は2人での放送となりました、はい、まあ、令和初のね、ラジオということでございましたけれども、エンディングやっぱりあれじゃない令和になってもあれが必要だと思うんですよ、はい、いつものやつですねこれは。そうそうそう、あれを聞いていただきたいと思います。それではですね、素人ドラゴンのラップ第2弾、とことん素人ドラゴンをお聞きいただきながらお別れです。お相手は素人ドラゴン大好きな西久保あなたと佐野重でした。バイバーイ。さよなら。俺は止められないよ、そこにバトルがある限り。いや
や俺がいる限り。レッツゴー。激闘今日からリーグを目指すはてっぺん白ドラ王者みんなで一戦トリオはどうじゃ答えは即答バカどうかい初めはゴブリン砦を装着敵はなかなか勝負の後者騎馬兵一瞬にフェアリー装着いきなり3つ目強固なソルジャーやつら格上おやランカー隙を見つけて狙うカウンター砦の後ろにタートルキャノン嘘持ってんまさかのグリフォンカニさん守ってお願いどうか後ろにチビドラ火を吹けどうだエルフのアロー空からレインでこれいけそうじゃん白ドラ王者がマイマニフェスト指揮を鼓舞する仲間にシャウト激戦熱戦悪なき挑戦とことん白とドラゴン白ドラ王者がマイマニフェスト指揮を鼓舞する仲間にシャウト魔戦覚戦間もなく敗戦しょぼぼ白とドラゴン白とドラゴン白とドラゴンカマゲンお願い再戦諦めつけへん白ドラ王者戦略練ろうぜみんなでグーチャ調子に乗ってるやつら高飛車リーダートロールおならでジャンプバーサーカーサースピードアップ速攻成功北新こっちをおじさんハウスだインダハウス終盤攻防力は拮抗睨み噛みつけ死神のカマ出たなトレンドまさかのカンスト夜の帳で封じる袋群衆密集パンチの応酬未だヴィーナスエースを投入まさかのアンチがメリケンパンチでまた負けそうじゃん白ドラ王者がマイマニフェスト指揮を鼓舞する仲間にシャウトキーポントーコン夢はチャンピオンとことん白とドラゴン白ドラ王者がマイマニフェスト指揮を鼓舞する仲間にシャウトコンビネーション勝ちへのパッション白とドラゴ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 ン、とことん白とドラゴン。